はい、こんにちは、ひろきです。ひろきさん、羽田に帰ってきて疲れ気味なんではないですかと思いのあなた、正解でございます。正解です。今ですね、まあ香港から、羽田に帰ってきてですね、羽田から、まあ、タクシーに乗って、今有明に向かっているところなんですけど、ちょっと疲れてですね、何を喋ればいいかっていうふうに思いながらちょっと動画撮ってるところです。何ですかね、香港行ってみてどうでしたか？あ、香港行ってみてですか。いや、本当に変わったことあります？なんか新しい体験を本当にたくさんすることができて、例えばですけど、バンジージャンプだったり、パスポートをなくすっていう まさかの展開になって、次の日ですね、領事館に行かないといけないっていう、まあ、そういう領事館って何かっていうところから始まってですね、もう非常になんていうんですか、もうあたふたしていたというか困惑した旅で、結局パスポートはあったっていう奇跡的なこととかにも恵まれてですね、で何ですか、あとは最後に一言、最後に一言、学んだことはですね、学んだことは人間なんとかなるっていうことです死ぬこと以外かすり傷っていうことですね。はい、はい、じゃあ以上になります。ありがとうございます。